こんにちは、えー。プロトレーダーのショータです。えー、っとですね、5ドルベドルの、えー、相場展望ですね、えー、やっていきたいと思います。で、えー、っとですね、今4時間足開いているのですが、えー、っと、まあ、まずですね、あの前回の動画で解説していたこの ウォルフ波動のね、この14ラインですね。まあ、ちょっとね、まあ、この、ここなんですけど、まあ、ここであのウォルフ波動ができてまして、で、まあ、こう14ラインですね。うん、14ラインが、あの、まあ、この辺見てほしいんですけど、まあ、結構ね、まだ意識されてるんですね。うん。まあ、ここはもちろんのこと、まあ、この辺でもそうですし、 あと、まあ、このあたりもですね。うん。まあ、この直近のこの辺とかもですね。うん。まあ、なんとなくまだ、このウォルフハードの1オンラインの、えー、効力というのがまだ、まあ、残っている感じなので、まだ、えー、このラインは残してます。はい。で、えー、その、えー、そのというか、まあ、このウォルフハード1オンラインの観点から考えるならば、 現状ですね、この1オンラインの下に位置しているので、えっ、ー、と、まあ、このウォルカードの1オンラインの観点だけで言うなら、えー、売り圧力が優勢っていうことですね。うん。つまり、下落の優位性の方が、まあ、高いという、えー、ことになります。ただですね。ただ、えー、ここにね、あの、まあ、トレンドラインがこのように聞けるんですが、 えー、このトレンドラインと、えー、ここの、まあ、裏チャンネルラインと、えー、言ったラインですかね。うんまあ、ここにもですね、まあ、裏チャンネルラインではないですね。すみませんね。ちょっと間違えました。えー、とトレンドライン、とにかく聞けるんですね。ここに、うん。裏チャンネルラインじゃなくて裏トレンドラインです。これは、はいまあ、トレンドラインって、えーっとまあ、例えばこういう切り上げラインだった たらまあ、基本的にはですねえっ、ー、とまあ高値同士結ぶっていう、えー、結ぶっていうところから考えるっていうのはまあなかなかやらないです基本的には、えー、切り上げラインの場合は安値同士ですね、うん、こういった押し安値同士結んで、えー、考えるのがまあ切り上げライン、えー、型のトレンドラインの まあ基本的に、基本的な考え方になります。うん。ですが、これは、あの、高値同士結んでえ考えるタイプの、まあ、切り上げライン。すなわち、こういうのは、まあ、裏トレンドラインと僕は呼んだりもしてます。さっきの裏チャンネルラインのえ話は、ちょっと一旦忘れてください。はい。それはですね、ちょっとあの、まあ、僕のトレード教材の えー、中身とちょっと絡んでくる内容だったので、ちょっと一旦忘れてください。はい。裏チャンネルラインという言葉は一旦、えー、忘れていただけると嬉しいな、嬉しいなと思います。すいませんね。はい。裏トレンドラインと呼ばせてください。で、この裏トレンドラインのこの角度と、あと、こっちのこのトレンドラインの角度ですね。こう測って比べてみるとですね。 かかりますでしょうかねほとんど誤差がないんですね、このように。ほとんど誤差がないです。つまり、えー、この、ここで引ける、えー、普通のね、まあ、この押し安値同士結んでる、この普通のトレンドラインっていうのは、えー、信憑性が高いというか、その根拠の強い、えー、トレンドライン。 だそれは、こう、まあ、裏トレンドライン、このように引いて、それと照らし合わせてやると、このように。照らし合わせてやったときに、えー、それほど誤差がない場合は、それほど誤差がない場合は、このもともと引いている、このこっちのトレンドラインの根拠が強い、優位性が高いトレンドライン。 だということがわかるんですね。つまりこれ根拠強いので、ここに、まあ今、なんだろうな、えー、差し掛かってきてるというか、このウォルフ稼ドの14ラインと、この、えー、トレンドラインの間でサンドイッチされてる状態なんですね。つまりこのサンドイッチされているこの環境の中で、まあどっちに決着がつくか、 っっっててて、えー、ていって欲しいなっていううのまず見しなことですね。つまり上に決着つくのかそれとも下に決着つくのかっていうことですねで決着がつくっていうのは具体的にどういうことかというと明確に、えーまあ、ブレイク、えー、するっていうことですね決着がつくっていうのはひげ、まあね、レベルとかちょっと実体で、えー、上抜いたり、えー、もしくは下抜いたりっていうのはこれは決着ついてるとは言わないんで 明確に、あのー、まあ、実体の長いローソク足が、えー、上もしくは下、どちらかで確定するか、そこがまず鍵握ってるっていう感じです。はい。えわ、ー、かりましたでしょうかね、説明。えー、そして、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。うん。 えー、ちょっと再び4時間詞戻りましたが、えっとね、この直近のね、ここのね、押し安値がですね、あのー、実はですね、えー、非常に結構優位性高いというか、根拠強い安値なんですね。これなんでかというと、ここ、0.72ょっと水平線を引けるんですね、ちょうどね。 えーっと、つまり0.72というのは切り板ですよね。ここね。切り板とちょうど合致している直近の安値っていうことです、ここ。えすなわち根拠が強いんですね。こういうあの切り板と重なっていたり、要するに他の根拠が強いポイントと重なっている。 えー、まあ押し安値だったり戻り高値っていうのは根拠強いんです。ということはここに差し掛かってきた時に、まあ、当然その跳,ねれ跳ね返されやすいってことですね、うん反発してえー。反発して上昇しやすいポイントなんですねここ。だからこのトレンドライン下抜いたからといってすぐ下に0.72あるし直近の安値待ち構えてるからここもしっかり。 え抜く、えー、下にブレイクするところまで見てほしいってことですね。うん、じゃあ、こっちの、えー、安値はどうなのかというと、これはですね、うんあのー、まあ、強いて言うのはここの、えー、ダブルボトムですね。このダブルボトムの、このネックラインと、まあ、重なっているっちゃ重なっているんですけど、まあ、あ 0.71626ということでまあ特にそんな切り板とかまあそのその切り板の半値である、まあ、その50線の壁とかって特にあるわけじゃないってことですねだからこっちの安値よりこっちの安値の方が、えー、まあ根拠が強いということですうんだからつまりこの辺まで差し掛かってきたらもうその後 えー、言ったらこここの上昇の波見てほしいんですけど止まるポイントがないですよねここねつまりここを越えると下に抜くと次目指しやすいポイントはこういうとこだったり、えー、そのもう一個下のこういうとこだったりしますまあここにですねえっ、ー、とまあ0.71という切り板がまたここにあるので えとまあ、そこではまあ止まりやすいです。確かに。うんき。切り板なんでね。ここね。ここです。0.71で切り板がここにありますので、こういうとこ止まりやすいっちゃ止まりやすいんですが、この過去のこの辺とか見てもらったら分かると思うんですけど、まあ特にその、しっかり意識してされてるっていうわけでもないというか、まあこの辺とか見たらね、 あのー、まあ、レジサポラインになってはいるんですけども、え、なっているんですけど、この辺、よく見たらね、0.71上下ぐらいで、サポレジラインになってるんですけど、うん。まあ、綺麗に効いてるとは言い難いってことですね。だから0.71ぐらいまで来たらもうこの辺ぐらい、もしくは、ここか、ここぐらいまで来やすいってことですね。うん。うん、で、まあ、 0.70555とかは、まあ、ここもそうだしここもそうだしここもそうだし、えー、まああとこの辺とかもそうなんですけど結構意識されてるんでこうこの辺うんこの辺ぐらいまで、まあ、一気にここの安値を下抜くと一気に目指してきやすくなる可能性のある場所ってことですね。 うん、でその前にまあここですねここの安値がくせ者なんで切り板と重なってますしここまで来たらどうなるかっていうのをちゃんと見た方がいい。うん、だからこの辺でエン,、えー、エントリーするというよりかはこの辺で決着ついてからこの辺でしっかり反発してから、えー、押しを待って例えばね、えー、この辺で反発して上昇してきたとしたらそこから、えー、一旦押しを待って押し目買い もしくは、えー、この辺をしっかり下抜いてきたら、そこから戻りを待って、えー、戻り寄り。どちらかがいいかなって感じですね。でこれがまあその、だろうな、えー、ここまでやってきたらの話。続いて、えー、ここからまあ上昇して、この直近の高値である、この戻り高値0.72755ですね。うん まあここで止められやすいっていうのもあるんですけど、その上にですね、ここ0.73。これもね、切り板があるんですけど、この0.73が結構癖者でして、えっ、ー、と、これね、0.73。これね、まあ、あの、直近の最高値ここじゃないですか。四字眼足レベルの。でもこれの一個前の、 高値いでこのね直近の最高値の1個前の高値、えー、というねこういうところっていうのが案外結構意識されやすいんですね、うん、つまりですよ、まあ、こういうあのだえっ、ー、とね三,三存天井ですね要するに、えー、こう左の、えー、山真ん中の山 でもしここから上昇してきた場合この0.73の切り板とここの左の山のてっぺんこう重なってるんでこういうところまで上がってきたらまた押し返されて下落してストーンと落とされていく要するに三尊天井をですねこう築いてくる可能性があるってことですこの0.73ぐらいまで上がってきたらねうんだからこの件でえー、まあしっかりどっちに決着がつくかっていうのを見た方がいい もしこのまま上昇者として0.73ぐらいまで来ましたと。で、まあ、ここと重なってます。ここから、まあえー、例えば実体の長い、えー、陰線がですね、えー、例えば2本連続とかで確定したら、まあ、こういうね、えー、三尊天井が決まって、ズドンと下がりやすい。えー、その時は、この上昇の、ね、幅分下に下がってくる、もしくはこっちの 下落の波分下に下がってくるみたいな状況になる可能性があるということです。ですが、これ0.73付近ここまで上がってきて、ここからものともせず、またズドンとグイグイ上昇してきて、で、極め付けがここの最高値もですね、明確に上抜いてきた場合はですね、その場合は、えーっと、ここにね、あの、ちょっとこれは、 その週足レベル、もしくは月足レベルとかで引ける、えー、ちょっとまあ、なんだろう、ここにね、えー、ラインがあるんですけど、えーまあ、そういうところで止まりやすかったりもするんですけど、こういうところでね。ただ、ここにね、まあ、裏トレンドラインというか、えー、冒頭で話したこのラインありますよね。こういうところまで、えー、目指して上昇してきやすくなるんで、うん。 でもし、この裏トレンドライン、ここまで上昇してきたとすると、そ,そしたらですね、ここで、ウォルフカードを築くことになるんですね。ウォルフ稼ド。でもこれはまだ仮の形。ウォルフカードを正式に、えー、まあ、あの、なんだろな、エントリーチャンスを迎えることができるのは、まあ、ここ1点目と考えられるんで、1、2、3、で、4、 まあ4点目2つあるパターンって感じになりますね、その時は。C で,で5点目って、まあ、例えばこの辺だとしたら、ここが、この辺が5点目だとすると、まあ、1、4ラインこういう感じで引けるじゃないですか。1、4ラインこういう感じで引けて、そしたら2、4ラインこうですよね。ここですね。このラインですよね。じゃあ、2、4ラインを、あの、下抜いてから勝負した方がいいかなって感じですね。はい、では、今回の、えまあ、相場展望以上です。ありがとうございました。プロトレーダーの正太でした。失礼します。